ご視聴ありがとうございます。はじめまして、ちゃんちと申します。今回の動画は前々回のブロック動画、100円ショップダイソーさんのプチブロック深海の仲間ダイオウグソクムシのシリーズの続きとなります。ダイオウグソクムシ編見てない方は組み立てや注意点、気に入っているところなどを紹介しておりますので、よかったら見てみてください。株式会社ダイソー産業、100円ショップダイソーさんより発売しております深海の仲間シリーズ2番のリュウグウノツカイです。対象年齢12歳以上となっておりますので、12歳未満の方は年齢を満たして作れるようになってからのために参考にしてみてください。不慣れで見づらい箇所もあるかと思いますが、ご容赦いただけると嬉しいです。多くの方にプチブロックの良さが伝わりますように。それではレディゴー。最後までご視聴ありがとうございました。110ピース難易度は個人的に5段階中にくらいかなと思います。小さいブロックあるあるなんですけれども、1点だけでね止まっているところが割と脆い。背びれの部分にあたる頭の部分ですね、この上にちょっと出てるところは、まあ、そんなにねだと思うんですけれども、腹びれにあたる下の部分ですね、かなり落ちやすくなっていますので注意が必要かと思います。あとですね、尻尾の部分の組み立ての時になるんですが、ブロックを重ねるように挟んで組んでいくっていう手順があるんですけれども、完成の時に曲げる部分になる牛のブロック、こちらを挟む時にすでにね組んでいる部分の重さと長さがありますので、持ちにくさがあって少し組みにくかったなという印象です。良かったと思ったところもねご紹介します。まずね、個人的にすげえなって思ったのは完成の時のね大きさかなと思います。100ピースくらいの少ないやつって大抵10センチくらいあるかないかぐらいがほとんどなんですけど、尻尾まで伸ばすとね20センチぐらいあるんですよ。このね体の大きさにはねちょっと少し驚きました。またですね、組みにくかった尻尾の部分になるんですが、まあ、完成したらね、まあ、実物の泳ぐ姿のような、まあ、体のねくねくね感も再現できます。あとはですね、
体の銀色の感じを白色と灰色のブロックで表現していて、まあ、雰囲気のね再現度も個人的にはいいなと感じてます。複雑な部分も特になく比較的簡単に組めると思います。100円ショップダイソーさんにて購入できますので、気になる方はぜひ見に行ってみてください。次回はですね、プチブロック深海の仲間シリーズ3番の生きた化石シーラカンスをお送りします。ぜひお楽しみに。最後までありがとうございました。それではさよなら。ああ、もう最悪や。